やろう YouTube! イエース不動産の鬼も虫こと沢茂美です。さて、経営戦もね、こう進んでまいりました。この話はね、ほとんどの人が今まで教えた中でね、全員知りませんでしたね。なぜなら、まだ不動産投資をやっていないから、そして不動産投資をすでにやってる人でも、多分ね、このスキームを知らない人がほとんどです。まあ、もちろんね、上級者はみんなね、これを当然使ってるわけなんですけど、今日はね、こういう 感じのこう特別なねスキームについて情報をシェアしていきたいと思います。これはすごいですよ。ちょっとね、言っていいのかどうかわかんないところもね、含めてね、ちょっと表現していきたいと思いますんでね。まずいくつかありますけど、これ保険金スキームっていうね、なんか名前やばそうですね。でも私はこれのおかげで、その物件の利回りが、まあ、 ある意味ね、初年度は結構上がります。これは利回りが結構っていうのは10%とか20%どころじゃなく上がります。あの100%上がんないから、うん、まあ、あの、そんくらいね、上がったりしますんでね、この保険金スキームはぜひあの使ってみてください。後ほど中身説明します。あとですね、インターネット業者をどう選ぶのか、これでね、かなりね、変わってきますね。 それにあのプロパンガス業者、まあ、大体、ね、都市ガスじゃなくて地方のプロパンガスの一等ものとかが、ね、多いと思うんですけど、そういうところもそのプロパンガス業者とどう交渉するのかねここを説明していきたいと思います。それでねインターネット検索でねなんかこうお任せくださいなんて書いてある業者に大体ね頼みたくなっちゃうんですけど、ね、そういうのやめてくださいっていうね、まあ、この実情、中抜きの実態とかねそういうものに説明したり、じゃあ一体どうすれば、ね、あの工事とか誰に発注したらいいのかっていうようなそういったところを解説 していいいきたいと思いますつまり関係業者の攻略スキームってことですね。攻略してね、自分の利回りどんどん上げて、ということは、あのその入居者さんにねあの価値を提供することになりますんでね、ぜひやっていきましょう。まずこれが大きいです。それは保険金スキーム。うわー、保険金って、まあ、あの物件買うときにね、まず火災保険入りますよね。まあ、あの入らないとね、あの銀行がねあの、融資を下ろしてくれなかったりするんですけども、必ず入ってください。台風とかね、それは。 あの水害とかね、こうあるんですけど、それはどういう保険にいくらでね、入ったらいいですかみたいなね問い合わせあるんですけど、それね、物件ごとに違うんで、ここではね、説明しませんけれども、その物件ごとに必ず保険チームを作って、その保険チームがこの保険とこの,この保険のこれとこれとこれを入れてくださいってね、指導をしますんで、実は私もあの保険代理店を、これを勉強するためにわざわざ保険代理店の資格を取って、自分自身も保険代理店として1年以上かな、 まあそのやって何人かに保険をね、あのこうやるんですよって、あの自分で本当保険のあれね、自分で作りましたからね、あのその入力してね、そういうことやって研究して、この保険がついてたら、これが降りる、まあ、大切なところがあるんですけどね、そういうところを外さないように、保険のチェックをつけてにあの入れてください。もう私、あのもうこれはね、私がここで説明すると、本当に保険の細かい中身になるんで、物件ごとにその、 チームを作ってね、そのチームがこれを入れてくださいっていうふうに教えてくれるんでね、あの、その保険金チームの細部中身を知りたい方は、あの、多分この動画の下とか、その近くに、 あのリンクがあったり、ここに連絡してくださいとかあの、まず私に連絡くださいとか、そういうのが書いてあったりするので、その,この保険金スキームがあのあの気になる方は、必ずそこであのもちろん自分で、ね、あのお抱えの業者があるんでという方は、そこでやっていただければいいですけども、もやってみてください。どういうことかというと、もうね、ひと一言で言います、保険チーム、請求チーム。 で保険っていうのは入ったら、保険会社っていうのは、そこにあの保険金を下ろしたいですかそうですね、保険会社って保険金を下ろさない方が儲かりますよね。だって、仕事を、ね、ビジネスでやってるわけだから、だから、なんだかんだね、素人が請求すると通らないわけですよ。 で通らないと、その保険金がせっかく自分の払った保険金以上のものが返ってこないわけですね。でこれ、長い目でこれ毎年請求できるものもあると思いますし、まあ、大雨とか、ね、台風とか、ね、来たら、保険関係の請求業者がこう色めきだすというかざわめくわけです。なぜならば保険金を請求するための会社というのが保険金を払う、あの保険金をいただいて、その保険金を払う、なんとか。 あの火災保険会社とかなん、もうすごい大きい会社がいっぱいありますよね、巨大な、その巨大な会社に対して、保険を適正に申請するためのねあの、この物件、ここがこういう理由で壊れたので、ここがこういう理由で壊れたので、ここがこういう理由でおかしくなったので、これを正当な権利として保険を請求させていただきますっていう、請求するためのチームがあるわけです。 つまり保険はこの保険に入りますっていうチームとこの保険をこういうふうに請求しますっていう別の会社がそれぞれチームになってるわけです。このチームをオーナーとして持っておかなければ当然そこにはねあの手数料は払いますだって、ね、ただで請求してくれるわけないですからねそこにはそれなりの保険その手数料っていうのが発生するんですけどこれね自分でやったらその 何千万円も請求できないんでね、まあ、大体5000万円とか1億円の物件だったら1000万とか2000万円の現金を請求してそれが実際に降りてくるわけです。で特にねその大規模台風だとかって言ってもう保険会社忙しすぎてもうその保険の処理をするのに6ヶ月かかりますとかっていうくらいの大規模なやつもあるんですけどまあ あのそういうところでもちゃんと通る保険の請求っていうのをやっていただく必要がありますのでこれはもうチームを物件を買った時にそのチームを確立してくださいでそれどういうチームがいいんですかっていうのはもう私があのいくつか検討しておすすめしているあの業者がありますのでそこをあのもし気になる方はあのご紹介させていただきますな必ずこの保険金ねチーム作ってくださいあの私もあの物件買うたびに、まあ、大体ね初年度 その次の年くらいに台風が起こってあのそれを請求させていただくと5 0ん0万というお金がそ保険金として請求されるわけですねそれを全部修繕費に使ってもいいですしそのもうちょっとここが壊れてからってあの、ね、請求したのに全くその 修繕しないとそれはねちょっと詐欺になりますんでねあのどのくらいあの修繕するのかその治るのかっていうのはその請求金額はもう当然見積もりとかをその業者が出してくれますけどなそれでそっくりそのまま必ず全部治すっていうんじゃなくても大体治ってればねあの私が満足すればいいので。 そういうふうにやると、ある程度手元に資金が残る可能性もありますし、税、まあ、額使って、えーと、その物件の、ね、価値を当然、修繕すればその物件の価値が高まりますからねあの、やっていくっていうのが、これがオーナーとしての当然の責務となっていきます。はい、ということで、この保険金スキームは何が何でもマスターしてください。あの次にですね、まあ、インターネット業者 っていうのがあるわけですけど、これね、複数社検討してください。あの大体ね、その Wi-Fi とか、まあ、その全部優先でやるとか、まあ、いろんなパターンを想定した上で、まあ、業者検討していただきたいんですけれども、これ全国展開しているところで、そんな有名じゃないところの方が、有名なところで結構ね、やっぱり管理費ってかその人件費がかかってますんで、高いんですよ。えー、だって、こんなのね、最初にセットしたら、もうそんなに営業マンもいりませんしね、私もあの何人かそういう方は紹介してますけれども、で特にね、あの 漫画雑誌読み放題が、なんとこれね、100円なんですよ。今後値上がりの可能性とか値下がりの可能性ありますよ。だから一部屋につき、たった100円投資するだけで漫画雑誌読み放題が、私もね、たまにその物件行くと、そこの Wi-Fi につないでね、あの、その、見たりしますけど、なんとそれ、そこに一回接続すると、電車の中で、 別の回線からつないでてもその漫画読み放題なんですね。まあ、あの週、確か2週間に1ぺか1週間に1ぺか忘れましたけど、そこのアクセスポイントからそのパスワードで入る必要があるんですけど、1回入ると、そのなんかあのクッキーかなんかが残ってて、えー、どこでも電車の中を見てもそれがずっと雑誌読み放題っていうね。 まあ,あ,のあんまね、意味のない雑誌を読んでて、時間を無駄にするのもなんなんですけれども、まあ、絶対入居者の方は、ね、そういうのあった方がいいですよね、これがたった100円です、もちろんマンション全体に対する、その w i f i 光の料金がまあ2万5000円とかで、1部屋100円とかでもね、た、ま、か、あ、が知れてますんで、それをまあ部屋で割ると、1部屋2000円とか1000円とかでね、の負担でこういうことができるようになる。にもかかわらずその、そういう物件は賃料が例えば5000円高くなったりするわけですね。 だってあの5000円高くても賃料は会社が払ってくれるけれどももし5000円安くて賃料が会社払ってその残りの w i f i の値段と漫画読み放題のやつ自分のお金で払おうと思ったら絶対賃料高くてもねそっちの方をあの選びますよね入居者さんだからこれは絶対そこに入った時にこの部屋は漫画雑誌読み放題なんだっていうのが分かるようなね。 あのチラシととかか仕掛けとかをやっておいいいた方がいいですでこの業者っていうのは、いくつかね、競合はありますけれども、もう私のお勧めしてる業者っていうのを知りたい方は、まあ、下の方に書いてあるか、ちょっとなんかあると思うんで、そちらに連絡ください。そしてね、次、これもまたね、大きいんですこれ知ってるか知ってないかで、ね、かなり違ってきます。プロパンガス業者の導入ですねこれ あの場合によってはね、前のオーナーさんから引き継がれた時にあに、ここは何々ガス、何々プロパンガスでもう契約してるので、変えないでくださいなんてことを言われることがありますけど、その時はね、あなるほど、そうなんですねって聞いといてください。関係を壊す必要もないので。でも、その会社と契約する必要はありません、はっきり言って。引き継ぎ条項にに明確に 書いてあるかもしれないですけれども、そ,その明確に書いて、それがもうその,この金額で売る条件だって書いてることはほとんどないので、そういうのが明確に条件として決まってない限り、そのガス業者を引き継ぐ義務はありません。ただ、解約するとね、あの以前とのオーナーとの関係で、えー、違約金がいくら発生しますなんていうことをやれると思いますけど、その違約金もね、法外だったりあの、ちょっと理不尽だなって思ったら、それ弁護士さんとかですね、ちゃんと所要の手続きをすれば、あの 本当に適正な値段で解約することができますし、じゃあなんでそれ、ね、あの既存の業者じゃなくて解約した方がいいのかっていうと、新しい業者っていうのは、要はあのオーナーが変わったときに、プロパンガス業者っていうのは自分の会社の勢力を広めたいわけですよね。広めたいときに、オーナーに対して紹介料が入ることになるわけです、オーナーに対して。あの要ははあなたは まあ例えばその20室のまあ物件だったらその20人のガスを使う人たちをーオーナーが紹介してくれたってことになるわけですね、プロファンガス業者から言えば。で、プロファンガスっていうのはまあその地域によって違いますけれども、まあ、大体ざっくりですね、月額4000円から8000円くらい。まあ、その ガスの運搬とかそのガスのなんかかかるわけです、その何リッター、何平米、何粒米使ったかっていうことによってですね、その値段っていうのは、まあ、あの都市ガスよりかは高いわけなんですけど、それはまあしょうがないわけです。で、そのガスの業者をやるとですね、場合によっては交渉によっては、例えばその物件に追い出き機能がなかったときに、追い出き機能をつけてくれるガス給湯器を無料で入れます、全部屋入れますなんていう契約も。 でできたりすするわけですこれ大きいですよね。だって、大だき付きの物件と大井岳のの物件、あなたどっちに住みたいですかそれはもう、追いだき付きですよね、絶対に。で、私の物件でも、その、い井きがついてる部屋とお、ね、同じような部屋ですよ、ついてる部屋とついてない部屋あったら、それはついてる方うを、ね、入居者さんは選びますよ。 だからそっちのをちょっと賃料を高くしたりもしますけどもね。まあ、ちょっとあの全部に追い出機能がつけるのが追いついてない場合はそういうような場合もあったりします。で、追い出機能がつくだけじゃないんですね。業者によっては、この物件で、えー、っと、 エアコンを交換するときに、ただで交換させていただきますという条項がついているようなところもあります。まあ、これね、その相手次第なんですけれどもで、それをもうちょっとなんとかなりませんかね、もうちょっとなんとかなりませんかね、紹介料は、えー、100万円にしていただけませんかねとかね、そういうのをあの最初に調整するわけです。それはもうあの、その辺の営業マンじゃなくて、そこの営業所の所長とかと仲良くなって、その所長とやり取りしてください。 ね、そっちの方があが権力ありますんでね、そうしたらその自分の,そのノルマがあるわけですよね、その営業所で何件新規開拓しなきゃいけないって、ヒーって、上司に怒られる、スーパーバイザーに怒られる、えー、県の統括責任者に怒られるとかって言ってるところに、アパートの新しい女なんですけど、ったらいやー、よく来てくれましたってなってですね、いや、ちょっとあの紹介料を弾ませていただきますんでみたいなね、それで、それは <coughs> 今度またあの、 その入居者の方々を幸せにするための資金にしていただければいいと思いますね。ということで、まあ、いろんな、ねまあ、その業者によって違うと思いますけれども、あのいろんな条項をつけてです、ね、いけますので、まあ、最低限、追いだきがついていない物件については、全室追いだきに変えていただくこととか、そういうのを条件にそのガス会社を切り替えていただいて、その時にね、あに業者によっては、これ全部じゃないですけれども、前の業者との違約金を我が社が払いますという。 会社もあります。す全部じゃないですよで。そこはあ,のあんまりね、無理ってあの、ふっかけてもあれですけど、でもこれ、ウィンウィンですよね。だって相手も契約が欲しいし、こっちもね、あのただ買える前の業者引き継ぐよりも、そっちの方があがいろんな面で得するわけですから、そうです。その物件の価値を向上させて住んでいる方々により多くの幸せを届けるという、その責務をオーナーである私たちは担っているわけですね。なのので、まあの あの前の会社との違約金も払っていただいて、追いだけ機能もつけていただいて、まあ、クーラーも、ね、ただであの、うん、なんだっけな、なんかいろいろ条項はあるんですけれども、そのどういう条件の時は買えますみたいな、ただで買えますみたいなのを、ね、のお願いしてね、えー、そこにもたまに電話かけてあのお世話になってますと、それでね、私ができるのは、例えばそういうところにこう、ね、友達の不動産オーナーを紹介してあげたりし。 ね、そういうことで、その会社にまた貢献してあげるわけですね。ね。以前もお話ししたチャンスがあればあげるんじゃないですか。チャンスを自ら作り出して、それをあげるっていう、そういう心が必要なわけですね。 でじゃあ次の項目いきますけれどもインターネット検索で、ね、よくあの水道工事電気工事どこどこ全国対応お任せくださいみたいな全国対応なんてとこありませんからねそれはただの窓口でインターネットでその広告だけ打ってはいお客さん捕まりましたと何々件は。 何々県どこどこの、えー、オーナーさんが水道を探してるの、工事を探してるようですとかね、まあ、そういう、あのー、リフォーム業者を探してるようですっていうのを、ね、とりあえず捕まえておいて、そして地元の業者に発注してるだけですからね、て地元の業者が何々から、あのー、連絡を受けてまいりました、なんとかです、中抜きされていて、本当はわが社に直接注文して欲しかったんですけど、そのインターネットの会社に中抜きされて、厳しい状況でやっておりますで結局高い料金が、その中抜き業者に、 払うことになりますからね。あの絶対に地元の業者直接頼んだ方が安いですからね。これは必ず安いですから、そのインターネットで探して、ああ、ここだったら全国対応だとか言って騙されないでくださいね。全国対応じゃないですからね。あのただその地元の業者のリストを持ってって、そこに電話かけて発注して中抜きしてるだけですから、な中抜きっていうのはその業者のマージンを、ね、取って最終的にそのお支払いの金額が上がって、それを払ってるのは誰ですかそうです。オーナーのあなたです。ということなので、 あのインターネット検索でお任せください、全国展開はあのやめた方がいいですよ。ね、で、そこで、まああのね、もし間違って、もう電話してしまったんだったら、そこで知り合った業者さんにあの仲良くなって、改めてね、あのその契約は破棄して、あの改めてその業者にあの個別に発注するとかね、そういうのはね、あのちょっと心理、えー、則に反しますけれども、まあ、ありなんじゃないかなと思います。 それとかね自分でこの業者探すのはね前も別の動画で言いましたけれども、あのー、その地域の棟梁とか、あのー不動うん、と仲介業者とかにね仲介会社の方とかにどこがいいんですかねって言って1回来てもらってください。で来てもらった後にその親方が雇っている各職人がいるわけです。電気、ガス、水道、壁紙、えー、床、ペンキ、左官職人。これね全部 持ち屋持ち屋でね、全部違う人が専門でやってるんですよ。これね、一人で全部やってるんじゃないんですね。一人で全部やってるのは、棟梁がみんなを、ね、呼んで、はい、何時に来てください、何時に来てくださいって、棟梁が全体コーディネートしてるんですけど、これ、棟梁の料金がね、相当高いですからね、だから個別に電気は電気で、ガスはガスで、水道は水道で呼んだらめちゃくちゃ安いですから、はい、あのー、そ,うそういういうにできる人はやっていただいて、いや、それでもめんどくせえ、棟梁全部お任せだーっていう。 や,やるのもいいですあの。十分にお金があったらですね。うん、で、自分の時間が、えー、大切な人はそういうふうにやってください。で、自分でや試しに、ね、一回やってみる。僕はあのその棟梁を呼んで、いろんな職人呼んで、そのいろんな職人がやってるのを見て研究して、ちょっと試しに自分でやってみて、あ、これは簡単だ、これは難しいってね、分かりますんでね。で、簡単なやつは自分でやったほうがいいなって。だってね。 扉のガタつきを直すのだけでね、あの人を1人呼べば1万円ですよ。そのガタつき直すの見てたらね、本当、下にあるネジをね、ちょっと二3回転させてるだけだったんで、うわ、そんなんで扉のガタつき治るのって、僕ね、自分でやろうと思ったらできなかったんですよ。な,なぜなら、それ知らないから。でも、その業者がやってるの見たら一発ですね。もう、そこからね、扉のガタつきはね、自分で大気点検の時にシャカシャカってやるようにしましたよ。はい。 ペンキは、ね、思ったより大変なんで業者にあの任せた方がいいです。で床と壁紙は、ね、案外簡単なんでもう全面変えたらすごい大変なんですけど、まあ、なんか1か所くらい変えるんだったら自分でやっても、まあ、結構すぐできちゃうんじゃないかなと思いますね。あと電気はあの免許の資格がないと、ね、できないところがあるんであの電気はあの業者に日、ね、子とか石とか持ってる方をあの頼んでくださいね。あと、まあ、ガス、水道も、ね、あの専門の業者じゃないとできないところが ありますと左官職人もねあの左官っていうのはあの壁をこう塗り壁みたいにこうやってなんかあのコンクリートとかあのそういう塗料とかそういうのを塗ってって固めるんですねあのそれも案外ね自分でやると楽しいっていうのも <laughs> あるんでまあまあ壁紙の方はよっぽど楽ですけどねあの試しにやってみたりするのもいいんじゃないんでしょうかということで、えー、今ね関係業者要は不動産、ね、業者いろんな業者の方とお付き合いしますのでそういうのを自分で、えー、何々物件は何々する 水道屋さんみたいなの電話帳にねあの、物件名とガスとかね、こう書いて、ガス、田中さんとかね、なんかあの、えー、鈴木さんとかこう書いておいて、そこに電話して、南郷室なんですけど、お願いしますってやればあの、そのマネジメント料の分だけ相当安くなりますんでね、ぜひそういうのもあのコスト削減にはいいんじゃないのかなん。はい、以上でこのね、保険金スキームとか、あのインターネット業者とかね、 えー、プロファンガスねこういう裏技というかもうはっきり言ってねこれやったことながかから、ね、知らないですしやっててもここなんかなーって気づかないとね分かんないところについていっぱい解説してみましたさて今回はねこれあの神回だったと思うのであの本編のそのウェブセミナーのところのこの辺にあの詳細のリンクが書いてあると思いますんでそちらの方をご確認くださいそれでは今日も 楽しかったですかあなたに幸せが大量に降り注ぎますように。イエーイ